はい、こんばんは、こんにちは。いよいよ、ニンテンドースイッチ版の、スカイリム、プレロードみたいなのも配信されております。ので、一応ね、ダウンロードしてみました。今日のところはね、そのシミュレーションじゃないですけど、序盤の方をね、ちょっとやっていこうと思います。はい、始まっていきまーす。そんなんで、スカイリムも、結構何回もやってるんで、まず、まあそんな感じで何回もやってるんでね。そしてスペシャルエディションっぽいんですよ。なんで一番最初はとりあえず目標としてはモーサルってとこに移動して、そこで家を買うためのクエストを終わらしたいと思います。そうするとそこに荷物預けれるようになるしね。でその後にまあお金稼ぎのためにもソリチュードに行って、そこ黙れ、こいつはどうかしたのか、学校の方の入り口のとこにね、話術スキルを上げてくれる人がいるんで、その人に教えを請いたいと思っております。あとその後は、まあそんな感じで、その家を買ったらウィンドヘルムの方に行って闇の一等のクエストをね、今回はやっていこうかなとか思っております。まあ行こうか。神様を待たせちゃ悪いからな。そうだな。待ってくれ、俺たちは反乱軍じゃない。死ぬ前に少しは気骨を見せてみる。コソ泥棒、名前を呼ばれたら処刑台に進むのよ。一人ずつね。帝国は忌々しいリストが大好きでな。ウィンドヘルムの首長、ウルフリック・ストームクローク。光栄です、ウルフリック市長。リバーウッドのレイロフ。なるほどね。ロリクステッドのロキール。俺は反乱軍じゃない。やめてくれ。止まれ。シャシ。他に逃げたいものは？そこの前、前へ出ろ。
何者なんだ。めっちゃお待ちかい。はい、まあそんな感じでキャラクタークリエイトですね。とりあえず今回はアルゴニアンの、まあ女性でいくかな。はい、まあこんな感じになりました。リーフ店の港で働く作業員の親戚か、アルゴニア。隊長、どうします？この女はリストにありません。リストはもういいわ、彼女を処刑台へ。ご命令通りに、隊長。気の毒に、あんたの遺体は確かにブラックマーシアへ送り届けるよ。隊長についていくんだ、主人。いよいよ始まりますね。ウルフリック・ストームクローク、ヘルゲンにはお前を英雄と呼ぶ者もいる。だが声の力で王を殺め、王座を奪うような者を英雄とは呼べない。お前がこの戦争を引き起こし、スカイリムを混乱に陥れた。だがここに帝国がお前を倒し、平和を取り戻してやる。ってことはない。続けよう。はい、フィリウス将軍。彼らに最後の儀式を。エセリウスへ送られるナンジラの魂は八大神の慈悲。タロスの愛のために黙ってさっさと終わらせろ。お望みのままに。おいおい、昼になっちまうぜ。我が父祖たちが微笑みかけてくれるのが見えるぞ、帝国。貴様らに同じことが言えるか。オーガーシュ。帝国の下道どもめ。裁きだ。ストームクロークにしよう。恐れを知らず行き、恐れを知らず行った。次、そこのトカゲ。聞こえてた。次の囚人と言ったはずよ。斬首台へと進め、囚人。抵抗するな。始まりました。行きましょう。操作方法が分からぬまま。大したもんだ。みんな下がれ。まだ生きてる。大主人、生きていたけりゃこれから離れるんじゃないぞ。行くんなる。そいつのことを頼む。俺はテニス将軍を見つけて守備に加わらないんだ。神々のお導きを祈る、ハドバル。 OK、 行きましょう。壁際にいるんだ。やべやべ。
いつもはレイロフについていくんだけどね。ついてきます。生き残ったのはどうやら俺たちだけのようだな。あれは本当にドラゴンか、終末をもたらすものなのか。進まなきゃならないな。こっちだ。その高速を解ければ試してみる。いいぞ、周りを見てみろ。いくらでも選び放題だ。俺は火傷に効くものを探すとする。OK。チェスト。その鎧。装備どうやるんだっけ？した方がいいぞ。それにその剣も使ってみるんだ。急ごう。俺がまだうろついてる。装備の仕方が分かんないぞ。あ、これか。まあ、この辺取ってもしょうがないんだけどな。他はなかったかな。ありました。あと株とか。グズグズしてはいられない。あのドラゴンは砦をバラバラにする気だぞ。ちょっと待って。息が切れてるの。今のあんたちょっと待って。帝国に死を。近接は久しぶりだからね。前回は召喚魔法使いプレイやってたんで、あんま高く売れないな。キャベツ。こっち側初めてなんでね。ああ、この辺の流れは一緒なんだ。いるんでね、誰か。入手。この辺に HP 回復だろ。あと塩も使うからね。魔術系は全部売っちゃっていいのかな。塩だろう。で次はこっちか。OK。はい。もういなくなったみたいだな。だが戻ってくるかもしれない。グズグズしてる場合じゃないぞ。少なくここから一番近い町はリバーウッドだ。なるほど。俺のおじさんが鍛冶屋をやってる。
お前に手を貸してくれるはずだ。キイ、ここで別れた方がいいかもしれない。こう思いな。君がいなかったここまで来られなかった。うん、これ青い花が錬金に回復系になるからね。まあ手当たり次第取って。OK。 まあ結局ソリチュードに行かないといけないからね。まあ帝国軍の方に入っていきましょう。まあでも今回はねスイッチ版のテストプレイなんでそこまでがっつりはやらないですけどね。で、まあ、石んとこに行って盗賊のとこを。ここ狼だっけ。まあ盗賊の盗賊じゃなくて何かあったよね。鉱山があるな。ダメだな。痛い目に遭わよ。下がりなさい。痛い目に遭わよ。下がりなさい。よう驚いた。普通に行けるか。うん、あ、これは高く売れるね。 OK。 で、武器よし、いいね。一応こっちをお気に入りにしとこ。あといくら系が高く売れるんだよね。鮭とね。お、この辺が死んでる。まあ、この辺も。とはいえ序盤の方は結構案外川とか結構ね取ってると邪魔になるんだよね。結局武器とか拾って売った方が高く売れるから。まあリバーウッドに向かいましょう。だけど青の花は優先的に集めながら。はい、ここがリバーウッドですね。まあここで従者が一人手に入るし、金の爪っていう最初のクエストがね。何か困ってるのものさ。静かにしてて。それは大丈夫だ。とにかく話
は中でしよう。リバウッドに客人とは珍しいな。もちろん必要なものを使ってくれ。だがなんだこれは。ここで君たち二人は何をしているんだ。贈り物。ドラゴンがヘルゲンに。それならさっき目にしたものの説明もつく。南方から飛んで谷を下ってきた。自分の思い違いであってほしいと思ってたんだ。ああ見たよ。自分の目を信じたくなかったんだな。ドラゴンがここスカイリムにいると世界はどうなってしまうんだ。最初は戦争、今はドラゴン。相談は手をつないでやってくるというが、ドラゴンが野放しなら首長に知らせなくては。リバウッドは手も足も出ない。ホワイトランのバルグルーフ首長にできるだけ多くの兵士を派遣してもらうよう伝言しなきゃならない。頼めるか。もしやってくれるなら王に切るよ。うん、まあそんな感じ。それなり砥石を使えば原料を持っているのならこの中に入ってくれ。シグリッドに何か食べるものを持ってこさせる。何が起こったのか話してくれ。じゃあな。はい、まあそんな感じで今ね、金の爪のクエストが終わったところです。ステータス、はい、レベル4までね、上がった感じかな。まあ、ファーストトラベルで飛んでいきましょう、マップ。OK。急いでルーカンに爪を手に入れたと伝えて、きっととても喜ぶ。ルーカン・バレリウスか。ゴールデン・クロー見つけたのか。言った通りだ。変だな、思っていたより小さいようだ。おかしなものだな。これはあるべき場所に戻すつもりだ。決して忘れないよ。俺と姉妹のためにすごいことをやってくれた。はい、まあそんな感じで。この辺で完全にバカじゃないのは俺たちだけだ。あんまりね、変なもん。あ、見てた。何をする気なの。バカな連中で本当に戦うなんてな。ここに来るべきじゃなかったな。はい、まあそんな感じで、失敗するとこんな感じです。失敗というか間違えてボタン押しすぎちゃって余計なもんもらまだ取っちゃうとね。爪を手に入れたと伝えて、きっととても喜ぶわ。爪を早く見つけたのか。これはあるべき場所に戻すつもりだ。決して忘れないよ。爪を手に入れたのね。よし、ルーカンに伝えてちょうだい。急いで。よし、これである程度取ってもいいようになる。 OK。で、あとは私がついているよ。何を持ちましょうか。よし、じゃあ出発しようと。この辺で完全ガラクタだって言う人もいるけど、俺は宝物っていうんだ。ああ、結構お金持ってんな。まあ売れるもん全部売っちゃおうか。これもいらない。で、これがダメージ 8?9 か。まあこの辺も全部錬金つけちゃっていいんだよね。
付呪つけて売れば高く売れるからいいんだけど。まあちょっと邪魔になるからね。まあ話術スキルも上げていかないとだし。古い呪文書が何冊か。じゃあな。じゃあな。はい、まあそんな感じで金の爪終わった感じです。で終わった状態でレベルが4だからね、いい感じですよ。で、あとはホワイトランに向かうんだけどね。まあ行きましょう。ホワイトランに行く途中にまあいろいろ取ったりとかね。するわけです。あ、巨人と戦ってるね。強そうだな、ジョル。来るに来て東方団の一員になるよ。なるほど。はい、ここがホワイトランですね。案外近いなんですけど、イスミールにかけて本当のことよ。妙な身なりの道化師ですって。すぐ北のロレイウス農園の近くよ。車輪の壊れた手押し車に棺を乗せてたわ。彼が笑い飛ばすところを見てみたいわ。まあこの変なちっこいねやつも後ほど話に出てきます。なんですけど、まずどの要塞にでも乗せてくよ。どこに行きたい。さあ来い、出発しよう。はい、まあそんな感じでまずそこに向かいます。遠出するには最高だ。天気が崩れないといいが。うん、従者もちゃんと乗ったかな。はい、到着しました。市長はどうするつもりなんだろう。自分の家の中でどうやって安全だと思えというのか。もう十分だ。イドクロッドにお前の不安を話しておいた。彼女に任せておけ。今は自分の仕事に戻ってる。我々にウィザードなど必要ない。当ててやろうか。誰かにスイートロールを盗まれ問題だらけだ。無駄か。なら戻ろう。はい、もう去る。そして私のところへ来る定探す気があれば、得体の知れないものには不安そして恐怖さえも感じるものだ。それは不思議なことじゃない。新しく住み着いたウィザードを恐れている者もいい。だが彼のことが分かってくれば受け入れるようになるだろう。時が経てばそれが正しいと分かるか。自分が生まれてこの方生きてきた場所さ。ここモーサルだよ。今は争っている時ではない。暗黒の時代が近づきつつある。スカイリムの住人が一致団結せねばならないのだ。
まだクエストが発生しないな。市長と一緒に何かしているのならまずはこっちに話を通せ。あ、そうか。あれを見たのか。モーサルでは最近揉め事が絶えない。人々は不安を感じていて落ち着きをなくしている。皆市長に秩序の維持を求めているだけなんだ。何があったんだ。帝国に対する反乱が起きたという知らせがあった。奇妙な声が夜の沼地から聞こえてきたらしい。するとその後フロガーの家に悲劇が起きたんだ。男たちは単に知恵を求めている。やがて万事は解決するだろう。市長が山賊に賞金をかけたようだな。詳しいことはこの布告を見るといい。多くの者がそう望んでいたからさ。静かな場所での静かな生活、耳障りな音や問題のない街をね。ただ一部の者はパリオンというウィザードに全てを台無しにされると心配している。また今度。私が話をすればみんなが聞く。でもただそれだ。はい、まあそんな感じで、まあ、ここの問題を解決すれば5000ゴールドだっけな、5000払ってお家が買える感じになります。はい、まあそんな感じでね、スイッチ版のスカイリム始めるあのシミュレーションみたいな感じでね、今回遊んでみました。お疲れ様でした。ありがとうございました。